伊賀健一は日本の工学者である。工学博士。広島県呉市出身。東京工業大学名誉教授、第18代学長。光エレクトロニクスの世界的権威で、2021年には IEE 最高賞の一つ、エジソンメダルを受賞。西澤淳一、赤崎勇に続き日本人として3人目となった。業績は、 垂直共振域面発光レーザーの発明と新しいフォートニクス分野の開拓に向けた先駆的な研究として要約できる。技術的な問題だけでなく多くの本を出版したり国際会議を開催したりすることでビクズルの世界的なプロモーションへの貢献にも及んでいる。広島県生まれ広島大学附属高校東京工業 大学理工学部電気工学課程卒業。大学4年時に、末松安春研究室で、光、量子エレクトロニクスの勉強を開始。東京工業大学教授、電子情報通信学会会長、日本学術振興会理事を歴任。2007年より2012年まで、東京工業大学学長。高速データ通信の信号源等に応用されている。 面発光レーザー海の親。高速光ファイバー通信網などインターネットの基礎、技術、コンピューターマウス、レーザープリンターのレーザー光源などに展開される、光エレクトロニクスの基礎を築いた。町田フィルハーモニー交響楽団のコントラバス奏者、町田フィルバロック合奏団の主催者でもある。応用物理学会美小工学研究会代表。 1977年3月22日に、面発光レーザーを考案した。3月22日は、面発光レーザーの日として、日本記念日協会に登録されている。アイデアのスケッチを、随一、1977以下、2018以下に示す。従来のファブリペロを単面発光版、胴体レーザーとは、対照的に、本発明は、 活性層を含む多くの層が、モノリシックに成長する、ウェハ表面に垂直なレーザー共振器からなる2008以下。その後すぐに、垂直共振器型面発光レーザー2、3と呼ばれるようになった。随地面発光レーザーの最初のアイデア開拓した、基本的原理、技術としては、ビクズル基本概念の提案。 発明の背後にある動機、実現のブレイクスルー、および量子ード、半導体、ブラッグ反射器、エラス酸化技術などの後のデバイスに不可欠になった、いくつかがある。また、機械的、方法、1992クによる、レーザー波長の連続挿印を最初に試みている。これは、後年、4、5、で、 MEMS インビクズルのスキームになった。図に最初の面発光レーザーを広げることにより、動的な単一モード機能を維持する可能性に興味を持っていた。結論として、共振器の長さを50マイクロメートル未満にする必要があることを示した。3番目の問題は、レーザー発信周波数をどのように制御するかであった。これは、 層の厚さを正確に制御することで克服できると考えた。ビクズルの研究開発の先駆けとして、伊賀のグループは、世界で初めてビクズルに、新しい技術を導入した。それらには、活性領域としての両シード構造、1987、ウエント、レーザー強振機ミラーとしての半導体多層分布、ブラッグ反射鏡、 1988サックが含まれる。ビクズルの変化を制御するために、伊賀のグループは傾斜した基板で制御し、非常に安定した変化が達成された、1999NIS-2000 伊賀波長総員のために、外部稼働ミラーを導入した、1992ヤック。その後、稼働ミラーは、コニーちゃんホスナインらによって、MEMS 構成に置き換えられた。 4. 創印可能なビクズルは発光ビーム角度が波長に依存する光ビーム変更器として即挙センサーに使用されている。5. 図3面発光レーザーの活性層直径と応用範囲の分類オリジナリードロンバイが主な論文2018イが2020イがビクズルと可能な応用上の利点明確化ビクズルは社会から広く認知されるようになり その応用分野は1990年代半ばから爆発的に拡大している2013イがイガはビクズルの発信周波数とデバイス直径の関係についてわかりやすい関係を図3のように示した2018イガ、2020イガ。ビクズルの単一モード系と多モード系及びそれらの応用分野を区別したのである。イはまた、 屈折率分布型平面マイクロレンズアレイ1981良い日を利用したマイクロオプティクス1982がの積極的な推進者であり面発光レーザーと組み合わせた 2D アレイ光学デバイスの実現という夢に向かって取り組んできた初期のキャリアでは光ファイバーによる光及び画像伝送に関する理論的及び実験的研究を行った 2006イガ。1979年、平板マイクロレンズアレイを提案して実現した。LCD プロジェクター用の平板マイクロレンズアレイを、日本にいたガラス株式会社との共同研究で開発し、シャープから発売されたプロジェクターは、グッドデザイン賞を得た2020イガー。これにより、 LCD プロジェクターの輝度が向上し、明るい室内でも使用が可能となった。伊賀が 3D 赤走行集積回路と名付けた概念は、大規模な並列工学を目指したもの、1982伊賀。1981年に微小工学研究グループを組織し、応用物理学会、微小工学研究会となってからも1992年から代表を務めている。 一方、東京工業大学在学中からのコントラバス奏者である。東京工業大学、芥川康史音楽監督の新交響楽団、町田フィルハーモニー交響楽団、ベル研究所オーケストラ、ニュージャージーのマンモス交響楽団で演奏。1990年に町田フィルバロック合奏団を組織し代表を務める。ドイツ弓の奏法について、 バンベルク交響楽団の川内秀夫からアドバイスを受ける。フランクフルト私立歌劇場管弦楽団コントラバス、元首席奏者の野田一郎に支持し、彼が総案した野田目東出に基づくフランス弓の奏法で演奏している。小原勝義、芥川康史、荒谷俊二、末永隆一、福崎し佐子等に音楽全般を学ぶ。また、 コントラバスを楽しく演奏する方法についての本の書いている2020イグク。ありがとうございます。